身長美容医師医学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしている人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのはね、超大人気シリーズ身長先生に聞けのもう37番目ということで、身長に関する疑問コメント欄の方に記載いただいて、そこからピックアップしていくコーナーになります。特に大人気の最終身長予測の方ね、今日もやっていきたいと思います。前回なんとですね136件ということですね、コメントいただいております、ありがとうございます。今回なんとね10人ね予測していきたいと思いますね。楽しみにしてくださいね。皆様で無料最終身長予測希望の方はぜひコメント欄の記載お願いします。たくさんのご応募お待ちしております。ピックアップしながら、ね、答えていきたいと思います。どうぞ。はい、それではですね成長シートの方を使いながらやっていきたいと思います。成長シートね欲しい人は、ね、いつもお伝えしている LINE の方を送っていただければ PDF で送ります。使用するポイントとして A3 でね使用していくといいと思いますので、ぜひ参考にしてください。前回ちょっとね文字が小さいってところもあったと思うので、アップもね使用しながらやっていきたいと思います。それで準備よろしいでしょうか。最初はまずねゆきさん身長予測お願いします。父親171センチ、母親58.5センチ、6歳10ヶ月から14歳9ヶ月はねデータいただいてます。陰毛が11歳、脇毛が13歳後半、髭が13歳、目標175センチです。まだ伸びますかねってことですね。で実際にこの方がねどんな身長をねたどるのかなーって見ていきたいと思います。このね成長シートです。日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになります。もしね来ていただくとちゃんとやればねこう現在の身長から、そして過去の身長から、そして骨の年齢、思春期症状ですね、遺伝身長というところでこれらを組み合わせて何センチになりますよというふうにお伝えしています。さらにですけども採血結果の方を使用していって補正していくというところなんですけども、 YouTube ですので採血やレントゲンの結果なしでですけども、簡易的な予測をしていって皆さんにとって楽しめる勉強のような動画を作っていきたいと思います。とりあえずゆきさんの情報なんですけど、まず一番初めに大事になってくるのは直近の身長ということで、現在は14歳と9ヶ月で170センチでありますので、ここのデータがね当然大事になってくるわけになりますね。今は14歳と9ヶ月で高校ですね、14歳と9ヶ月でこうビーッと線引いてって自分の身長をこうやって当てはめるわけですね。ここにいらっしゃるわけですので、まあ仮にですけども日本人の平均的身長が伸びてたらどうなるかなとまず一つに考えますね。そうすると 174.5センチ ということになりますので、まずこれが1個目のデータになります。ただしこれは当然なんですけどね、平均的なデータになりますので、平均伸び率が高ければですねもっと身長は高くなりますし、平均伸び率が低ければですねもっと低くなるというところになりますので、他の予想を検討していくような形になります。過去の身長どうだったかなって見ていきたいと思います。大きなカーブがねもうすでに描かれているのが分かると思います。こういうカーブですね、明らかに早熟の典型的なタイプになってくると思います。ちょっとこのピークの値を見てみましょう。ピークここですね、ピークね、9歳と9ヶ月ぐらいのところですね。ここがピークを打ってここがトン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 と落ちてくっていうので、かなりピーク値としては早い印象になります。9歳9ヶ月に対してなんですけども、陰毛の方が11歳で入ってきてるというところで、おそらくこの陰毛のですね確認の仕方としては、はっきりとした陰毛に対しての記録であることが推定が立ちますね。実際の採血の検出としてはもうちょっと早いような段階、こういったような段階のところでおそらくですね、まあ検出していたのかなということが推定立ちます。ここがこうグーッと来てるというところで、まあ、おそらくですけども、まあこの時点どちらかというとですね、骨の年齢も高いタイプなので、まあ、思春期症状だけではなくて、まあ、総合的にですね、早熟であるようなタイプが推定が立つのかなと思います。で、ここでですね、早熟の場合の、まあ、ポイントですよ。皆さんもですね、ぜひですね、自分で早熟の方のグラフ作っていただくとよくわかるんです。これは本当に、ね、面白いんですけども、こういうふうにですね、ピークからですね、こう線引くとですよ。こうやって線引きますよ。そうすると非常にですね、こう直線的にですね、9歳9ヶ月かですね、14歳9ヶ月まで進んでいることがね、よくわかるかなと思うんですけど、じゃあ今後どうなるかってところを予測していくと、当然これですね直線的に結んでいくわけになりますね。こういったような、ね、直線が描かれるわけになりますので、こうやって見てみるとここになりますので、まあ、現在の身長170センチってところだと今より身長低くなるなんてことはありえませんので、そういった意味ですね、まあ、ここよりは高くなる、非常に直線としてはこちらの方に向かっているってところから、まだ伸びますかねって質問ねいただいてますけども、そういった質問が出てくるのもよくわかるように思います。成長の後半である場合はですけども、近年のですね成長の記録を計算するというのはよくやります。例えばなんですけども、13歳と10ヶ月で168センチ、14歳と9ヶ月で170センチですので、この差はですね、まあ、2センチ程度という評価になってきます。ですので次の1年間で伸びるのは1センチ程度の期待値、その次は 0.5 センチ程度というところになってくると、残りですねプラス 1.5 センチぐらいであればですね期待値としてはね持てるんじゃないでしょうかという表現になってきます。ですので現在の身長170センチというところにですね 1.5 センチ追加してみましょうかね。
と 1.5 センチでここになるわけですね。なので、まあ、この近年の成長からですね、半減期的に予測していくと、まあ、この黒丸の手になるわけですね。そこでちょっとお父様とお母様の遺伝身長を計算してみましょうということで、お父様の身長171足す、お母様の身長 158.5 足す、13割2イコール171.25ということで、ドンピシャでここに来るっていうところになりますので、非常に遺伝的に成長したっていう表現になります。ですので、この早熟っていうのはおそらくなんですけども、お父様もしくはお母様がかなり似たグラフを形成していて、その遺伝的な要因が非常に強いってことが予測されるのかなと思います。ですので、ぜひですね、お父様、お母様ですね、昔の成長の記憶をですね、取ってきていただくと、ドンピシャでですね、予測できるかもしれません。この方のですね、身長の記憶というのは非常にこう、早熟としてはですね、よくあるパターンになりますので、頭に叩き込んでいただくと、理解が深まるのではないでしょうか。はい、次ね、Kさん、体重身長予測をお願いしますので、6歳9ヶ月からのデータいただいてます。お父様168センチ、お母様155センチと小柄です。陰毛は14歳で濃くなり出しました。14歳現在は脇が生えていません。顎ひげ1本生えています。175は絶対行きたい。最終身長どうなるんでしょうかとかですね、予測していきたいと思います。それではまずこの方のデータね、こういう風に見てみましょうね。この方はね、14歳6ヶ月、こうやって14歳6ヶ月ですよってところで、こうやってね、皆さんをこうやって線引いて、実際に今の身長でこういう風に当てはめるんですね。で、黄色くなると。現在はこの方の場合だと、仮にですけども、日本人の平均的にね、身長伸びてきたらどうなるかなって、まず検討していきたいと思います。こうやって検討していくと、ここですよね。169.8 から170.4センチっていうところが一つ目の、基準値になるわけになります。ただし、これはあくまでもね、平均的なデータですので、平均より伸び率が高ければですね、もっとこっち側ですね、172センチとか3センチとかが4センチとかに見えてくるかもしれない。逆に平均の伸び率が低ければですね、もっと低くなるわけになりますね。どちらに行くタイプかっていうのは他の要素をですね、検討していくような形になります。過去の身長ね、ちょっと見ていきたいと思います。過去の身長を見るときはですね、一個一個のデータを見るとですね、大まかな目でこうバーっと見ていきたいと思います。こうやって見てみると、こういう風にですよ、一回、凸、ここでピークを迎えてると1点と。その後、ここ直線的に進んでるっていうのが1点。1人目の方はここがさらに直線的に進んでったのに対して、ここで折り返してるっていうのが2つ目のポイントになりますね。なので、ポイントが2点ありますよっていうところになりますので、なんだろうなというふうに思うわけです。それでですね、じゃあこのデータがどういうふうな場合に成り立つかっていうことになりますね。他のデータも補足しながら検討していきたいと思います。今回ですと、14歳の時にですね、こう陰毛が生え始めたというふうにですね、記載があります。一般的にですね、この14歳、少し前にですね、新規症状がスタートしてる濃くなってきたという表現です。まあおそらくやっぱりそんな遅くないと思う。13歳ぐらいなのかな。新規症状が出現したという可能性があるわけになります。もちろんそれはですね、採血をして確定させていくっていうところが正確なやり方だと思うんですけど、もちろんね、そこは分かりませんので仮説として立てるんですね。仮にして13歳から春季が始まってきたというふうに仮定すると思うんです。こうやって見てみると、ちょっと上のデータを一回無視しますよ。ここからですね、こうグーッと伸びてるっていう様子を考えると、ここら辺から春季が始まったっていうふうな表現もできなくもない。こういった意味からですと、半熟であることが期待できるというのがこの表から該当するような形になります。それに対してお父様とお母様の身長が168、155ということで、遺伝身長168足す155足す13割2ということで168センチというところもありますので、ここからですね、もうこんなカーブっていうのはなかなかですね、期待しすぎなのかなっていうところにもなってくると思います。じゃあその中ですね、採血やレントゲンのやりがいがあるっていうの表現になってくると思います。なのでおそらく満足で確定でいいんだと思うんですけど、やはりレントゲンや ALP とかですね、採血ですね、そういったところで確定していくといいと思います。ここからもし仮にレントゲンや採血を行った場合にどういうふうに検討していくかっていうのをちょっと一緒に見ていきたいと思います。現在14歳6ヶ月ということですので、仮になんですけども、骨のレントゲンが13歳6ヶ月、1年分盤熟であるというような推定があった場合に、これぐらいだったら今回ちょっとありそうかなという気もしますので、そこに向かってという形になります。1年分盤熟だった場合に、じゃあまあそのままですね、174.5 になるのか、そういったですね、単純計算にはならないです。最終身長に皆さん必ず下に向かっていくんですね。そこに対して、こっちがですね、こう磁石があるようにこっちが引っ張られるってことですね。どれくらい引っ張られるかってのはかなりですね、分かりにくいところもあるので、ここがほぼマックスみたいな感じですね。次ですね、 ALP、 特にこの動画はですね、かなりハイレベル講座っていう表現だと思いますけど、 ALP ですね、骨の代謝をですね、表すわけなんですけども、簡単に言うとですね、高ければ高いほどまだ伸ばそうという働きがあるということになります。大体なんですけど、ピーク500ぐらいから600ぐらい、 IFCC っていう値なんですけども、でそこからですよ、私の方でよく目安にしてるのは350以上であれば成長期っていう表現ですね。まだまだビンビン伸びてるでしょうっていうところ175を切ってくると最終身長に近いみたいなんですね。そして113を切ると大人の値になってくるわけですね。採血じゃほとんど伸びてないでしょうみたいなデータになってきます。それに対してじゃあピークっていつ来るのっていう疑問になってきます。これに関して言うと、明確なデータっていうのはおそらく存在してなくて、私も個人的に勝手に見つけて予測してる。実際見てみると大体なんですけど、男性ホルモンが検出し始めた頃、テストステロン値が検出し始めるような 0.2 とか 0.3 ぐらいから 1.0 ぐらい、まあ、そういった時期にですね、ピーク値を迎えていって、そこ
と下がっていくっていうところになりますので、今回ですね、もうテストステロン検出値はこの時期ですので、1以上はほぼ確定だと思いますが、ここが減少するタイミングになってくるともね、350以上は欲しいなということですね。350以上あれば、こういうようなカーブ感を期待していきますし、ALP が250とか200とかであればですね、まあ残念なんですけど、まあこういったようなカーブ感とか、まあそこら辺が妥当な線でしょうみたいなところだと思いますし、175とかですね、そういったような値に近ければですね、今度こっち側に予測していくっていうところになりますので、かなりそこはですね、重要なポイントになってくると思います。今回、年進中の方は168ですので、十分にですね、他の要素も注意しながらですね、170以上をしっかりと目指していくっていうところだと思います。175はね、相当ですね、いろいろと条件が全て揃った場合に到達可能でしょうってところです。ただしね、絶対無理ですよとかお伝えしてるわけじゃないですね。今後一緒に身長伸ばしていきましょう。はい、次はですね、USJUDJ さんですね。最終身長予測お願いしますということで、父が175センチだったが少し伸びて178センチになったそうです。で、お母様は158センチということで、6歳2ヶ月から16歳0ヶ月のデータいただいてます。陰毛の方が13歳、脇毛が15歳、顎髭が15歳2ヶ月ぐらいです。この前に手のレントゲンを取ったら骨端線あるって言われました。なのでまだ伸びますかね。175センチ行きたいのですが、長文失礼しました。追記です。1ヶ月前ぐらいからアイノサブで取って、今日身長上がって 173.4 センチでした。16歳2ヶ月ですというふうに書いてあります。じゃあそしたらですね、まあ、この方のね、最終身長を予測していきたいと思います。もう皆さんもね、もう繰り返しやってるので、もうどんどん頭に入ってくるってことですね。この表が欲しい人は、LINE の方に成長シート希望というふうに送ってくださいよ。いつも通りですけど、まず直近のデータから見ていきましょう。16歳2ヶ月、173.4 センチっていうところになりますので、今ね、ここにいらっしゃるよっていうところになりますので、仮に日本人の平均的に身長が伸びていったら 174.5 から 175.4 センチというケースにいらっしゃることがわかります。じゃあこれがですね、平均の伸び率が高いのか低いのかっていうところをね、次検討していくような形になります。過去の身長5点を今度マクロですね、見てみましょう。こうやって見てみるとですね、右往左往はしてるんだけれども、意外とここら辺で収まってるね。先ほどのお二方と比べてもですね、非常にまとまりがいいですよね。こういうようなデータだったりだとか、こういうようなデータだったりとか、三本線の中に収まっていて、まあ比較的まとまりがいいですねっていうところがまずお伝えできると思いますので、ここまでまとまりがいいってことは、ここまとまりのいいような結果が出そうだなって評価だと思いますので、まずそれが第一点になります。それに対してなんですけども、今回遺伝身長の方ですね。父様178足す、お母様158足す1302ってことで、遺伝身長は 174.5 になりますので、遺伝身長の方ね、こうやって計算してみると、ここですよね。こういうふうに非常にまとまりが良いタイプの成長曲線。なおかつ、遺伝身長に非常に向かっている傾向があるっていうところから考えると、非常にですね、ここら辺に到達するっていうことが予想としては正しいと思いますので、最初にお伝えしたようですよ。174.5 から175.4。ここら辺がですね、まあ、かなり濃厚だって表現が私は正しいと思います。ただし、採血の方を行ってみて、例えばですね、ALP がですね、まあ、250以上ぐらいあると、こっち側のシフトが期待できますし、全く伸びないってあたりだと、まあ、ここら辺だとですね、ALP の値がですね、113とか、そういったような形になります。まあ、ここら辺で大体もう決着がつくかなと思います。発端線がですね、16歳2ヶ月の状態でですね、残ってるとすれば、その時点で晩熟ですので、こっち側に行く可能性は低そうだなっていうところだと思いますね。普通16歳0ヶ月でもう発端線残ってませんというふうな説明をすることが多いので、発端線の情報化すると 176.3 とか 177.1 とかそういったところもねあるかなと思います。この方は目標が175ってことなんですけど、175は十分に到達できるような可能性があると私は思います。あとはですね、1ヶ月前からアエノサプリを取ってるってことなんですけど、アエノサプリに関して言うと、基本的には採血を行いながら適正濃度を保ちながらやることをお勧めしていますので、むやみに摂取することはお勧めしていません。ここはね、十分皆さんご注意ください。はい、次はですね、柿加納さんですね。身長予測お願いします。父166、母153、10歳4ヶ月か13歳9ヶ月のデータいただいております。陰毛が11歳9ヶ月、恋がありが11歳11ヶ月、脇毛が13歳4ヶ月、多分早熟で親も身長低いので160度まで170は行きたいですってところですね。まずね、直近のデータを見ていきましょう。日本人の平均的身長伸びを表にしたこの成長シートを使うと、まず平均的伸び率が分かりますってことで、 172.8 から 173.6 というのがですね、平均的に身長が伸びるようなペースになります。それに対して伸び率がね、高ければもっと高くなりますし、低ければもっと低くなるというところで、過去の身長を見てみましょう。こういったカーブが形成されている。ちょっとその前のね、データがないということなので、そこがね、どういうデータなのかによってもどういう風にですね、評価するかというのは少し難しい印象になります。それに対してですけども、遺伝身長の方は166たす153たす13割2ということで166センチ、現状としては、ね、非常にオーバーパフォームという表現になります。お父さんとお母さんが身長が低いのに、お子さんだけが身長が高いタイプってね、もちろんそういった方もいらっしゃるんだけども、そういった方がどういったような成長シートになるかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。マクロで見ていった時に、基本的にはもうずっと高いんですよ。
遺伝身長ここですよね。普通はなんですけども、こういったところで成長するのが平均的な伸び率になってきて、で、そこがですね、こういうふうにこうぐーっと上がってきて、で、ぐっと下がる。これはよくある早熟タイプの遺伝家系のパターンで、お父様お母様に収束していくような感じですよね。これは一つ可能性としてあるでしょうと。ただし、お父さんとお母さん無視するような感じでもずっと大きい子ってたまにいるんですね。そういった子はですね、結構遺伝身長の方に向かわず、下に向かっていくこともありますので、そういった可能性もですね、今回は否定できないと思います。ただし、陰毛の方が11歳9ヶ月っていうことで、少しね、早熟傾向があるように思われますので、こちらに行く傾向はあるように思われます。ただし、このデータはそんなにですね、悪いなって印象にならないですので、170センチというのは目標だそうですので、まあ、ここのラインですよね。なので、今後、このカーブに準じて、今後の身長ですね、正確に見ていくといいと思います。例えばなんですけども、14歳0ヶ月の時点で165は欲しい。14歳と3ヶ月で 166.1 欲しい。14歳と6ヶ月で 167.3 欲しい。その次が 168.4、169.5、169.8、170。で、その後落ちていくっていう感じかな。こうやって見てみると、この1年間のところで170をいかないと、こういったタイプです。逆に言うと170いきにくいってことも言えると思うので、本当にこの1年間、大事な1年間だと思います。ただし、170いけないなって印象もないですね、このデータがね。もちろん採血をするとですね、ALP 低かったりして、かなり下方修正するようなパターンもありますし、骨のレントゲン見るとね、かなりね、最終身長としては低くなるでしょうってことで、ね、お伝えすることも全然あるんだけども、現状としてはね、諦めずに頑張ってくださいっていうような内容だと思います。はい、前半は一回これぐらいにしましょうかね。お疲れ様でした。後半もね、バシバシ予測していきたいと思います。よろしくお願いします。身長見よう。